こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、もうビートルズの定番の「カム・トゥ・ギャザー」という曲を解説していくんですが、まあ、これエアロスミスもやってますし、マイケル・ジャクソンもやってるんで、まあ、セッションなんかでもよくやるんですね。比較的、繰り返しも多いですし、ジャズみたいにこうセッションで何かやろうかみたいな感じになりやすい曲なんで、ドラムがこのリズムを叩くとこの曲だって聞こえてしまうような、そんな曲なんで、これワンタム・ワンフロアだったら。に行けばいいかなと。ツータムであれば下ってる感じがかっこいいので、424か、ここ、どんどんチキチチは、これは原曲はここを閉じててアクセント、こんな感じの。まあ、こんな感じのフィールで聞こえるかもしれません。で、これが、まあ、なんで取り上げたかというと、まあ、最近ちょっとやる機会もあったんで、これを知ってると、お、あの曲だっていう、こう知ってる人は気づくんですね。このカムトゥギャザーで一番、まあ、ビートルズのアルバムでアビーロードの中に入ってて一番有名な曲なんで、というわけでこれは覚えておきましょう。ね。で、A メロのとこはどうもなんかこうフロアも聞こえるんだけど、まあ、とにかくスネアを使わない。で、ブレイクのとこが、ナッツ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 で、というふうにまた戻っていくわけですね。インターリュード、イントロのところに戻っていくわけなんですが、このタッ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 タのとこが、で、このフィール気をつけなきゃいけないのは、この曲は、前回トトでもやったハーフタイムシャッフルになります。あ、そうですね。倍のフィールっていうのをね、指摘していただいて本当ありがとうございます。僕らはよくこうリハーサルで、あ、倍のフィールで取っちゃっていいのねっていう時は、こう例えばこうサンバの時とかでですね、倍で取るっていう、こう音階を倍で取るっていう時があったりするんですよ。で、そのまあ叩きながらなんで、こういう倍のフィールでいいのねとか、こういう、ハーフのフィールでいいのね、まあでもその指摘された通りハーフのフィールって言った方が間違いはないですね。ただ音階が倍になるっていうか、こうサンバでこう1小節で4個バスドラを取るのか2個で取るのかっていうところで、音階を倍にして取っちゃっていいのねっていう風に言ったりするんで、僕も結構それリハーサルで使うんで、ついついこう倍という風な言い方をしてしまいます。だが、こうさっきの8ビートから見てこっちが倍ですね。で、こっちが、こっちの方がハーフですよね。なので、要はハーフタイムシャッフルのフィールです。なので、ドッツと叩いてるとか全部表なんで、ただフィールが基本的に8ビートになった時も、Come together、 ここで初めて B の2小節間だけスニアを使ってるんですよ。ここだけ進行するみたいな感じで、あとはこの、こういうセクションものってふわふわするでしょ。で、バスドラだけかもしんないし、なんかフロアってことは、何が言いたいかと、ハーフタイプなのでバスドラの時は「立つつたた」「立つつたた」「立つつったた」「若干跳ねないと「立つつたたつつく立つつたつかだつくだつかだつくだつかだ」っていう感じのフィールにした方が、この曲っぽくなります。なのでここでフィールが違うとあんまり、よろしくないと。で、スネアの部分はですね、 B のとこしか使わないって言ったんですけど、インターリュードのギターソロのとこは多分ハイハットオープンで、で、ダルセーニョをするという形に譜面にはなってまして、で A に戻ってみたいな感じですね。で、もう一回1カッコ入ってコーダに飛んで、で最後エンディングの時は、まあ、多分ライドで、Come together, yay っていうので、その後2小節ごとに、だからそれに受け答えたフィルム。
ですね、リンゴスターは比較的ラフをよく使います。レッスン25型こう入るとなんかマーチングのドラマのなんかフィールをすごく感じますよね。全体的にサウンド的にそういう風な、ニュアンスをすごく感じるので、ラフが比較的よく使うイメージが、そうですね、レッドイットビーとかもラフをよく使うんで、なんかフィルインを入れるときにラフで入るって感じですね。非常にラフを使うとこのが非常にちょっとこう上級者みたいな感じになるんで、そんなに難しくないので、ラフはラフラフって聞こえる。でこういうとこもこれタタトンよりタッカトン、でこういうハーフタイムフィールだからこそ、このこういうこの裏を使うとするとこっちなんですね。だから表だけ叩いてるときはここでアップダウンを使うと、こうあんま跳ねて聞こえないので、っていう風に、フィールを取った方がうまくいくと思います。ただ、アドリブのところのギターソロのところはすごく大きくフィールで取りたいんだったら、っていうフィールもまあなきにしもあらずです。ただこれは絶対間違いでは全然ないので、ただ全体的なフィールとしてはタッカタク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 っていうフィールが残ってるので、こっちで撮ってる方がこの曲っぽい感じがするかなっていう感じですね。というわけで譜面欲しい方はぜひ、メルマガ登録の方よろしくお願いします。ちなみにこの曲はですね、カホンでも、うまく演奏できてちょっと面白いのでやってみたいと思いますが、ドンドンで、ここがハイハットなんです。で足をこう押さえながら、A の部分はで、タタタタタタで、ドッツドドッツドドッツドドね、簡単にできるし、カムトギャーオヌン、っていう感じで、カホンでかなり簡単に叩けます。ここで足をこう押さえつけて、ここからでだんだん低くなっていくので、足をここに持ってちょっと行儀悪いですけどっていう風に使えますので、カホンとギターデュオなんかですごい僕何回もこれ演奏してますけど、非常に相性がいいです。試してみてください。ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。